銀製のクラマーブラシ付き中国の木製のテーブルクラマークラマーはテーブルクラマーともいいテーブルクロスからくず、パン、ケーキなどのを取り除くことを意図された道具であり特に高級な食事で用いられるクラマーのモダンな形は1939年にアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモアのウエストハイエットストリートに面したレストランのオーナーである ジョン・ヘンリー・ミラーによって発明された。そのクラマーは、ポケットに収めて便利に携帯することがいいとされ、食くずを取り除くのに、ブラシとパンほど人目を引くことはなかった。ミラーは1941年に特許を認められ、1946年に別の特許を認められ、後に結局は、ボルチモアのレーマシン会社に特許を売り、会社はなおも、道具を製造販売している。 2010年現在、レイマシンは1年間あたり約8万5000点を売っていた。典型的なクラマーの形はおおよそ長さ6インチ、筒の周囲は2分の1インチ、カーブして金属製であるが、デザインの幅は広い。ありがとうございます。